加藤正方加藤正方慶安元年9月23日は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将。熊本藩加藤氏の家臣。加藤家重の子。兄に重政。陽名は清六。通称は清左衛門。後、片岡の名字を名乗る。号は風安。関東は馬の城。妻は秋月種種の娘。 天正八年、加藤氏の家臣、加藤家重の子として誕生。兄が討ち死にしたため、加徳は、重慶家、藤重康氏が継いだ。政法はその養子となり、加徳を相続した。慶長年間の中頃に、熊本藩の内巻城代として、加藤和隊の後を継ぐ。藩主、加藤清正の死後、慶長十七年に、江戸幕府より、麦島城代に任じられる。 後に、同僚の加藤正倉と対立、牛方馬方騒動を起こして玄那4年に勝訴した。翌玄那5年に、麦島城一円が大地震で崩壊すると、藩主、忠広の命で新たに、松江城の築城を開始。萩原ひさげや前川ひさげといった堤防を築くことで、熊川が流れる松江城下と周辺の村に、治水工事を施す。玄那8年に、 松江城の春工により、城大画廊の職に就いた。寛永9年、主家の加藤家の海域に伴って、京都の本国寺に陰性すると、片岡風安を名乗った。かつての家臣である、西山総院とレンガを足しなんで、両銀先区などを著作する。後に、大阪で相場を張って、距離を博し、世間からはその出来事を風安相場と名付けられた。寛永二十年になって、 広島藩朝野家の預かりのみとなり、慶安元年に広島で死去。去年69。墓所は広島市の妙風寺。ありがとうございます。